桑田康三郎桑田康三郎1月23日から1931年2月21日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。広島県出身。1896年5月陸軍士官学校を卒業。翌年1月砲兵将尉に任官。第11師団参謀などを経て1903年11月。 陸軍大学校を卒業。日露戦争時に、野木大将を率いる第三軍に第11師団参謀として参加。1916年2月、野戦砲兵第11連隊長に就任し、同年11月、砲兵大佐に昇進。1918年7月、自重武官となった。1921年3月、少将に昇進。 1924年12月、野戦重砲兵第一旅団長に発令された。1926年3月、陸軍中将に進むと同時に退名となり、同月、予備役編入となった。同年4月生4位、空三投降4級に助せられる。日露戦争に、第11師団参謀で出生、旅順行為戦に参加、戦闘の新要素を返さぬ、顔明な老将連の、 無防無意な攻撃命令を基地を持って再三未然に防止したという。確かにこの大戦は陸大教育そのものの進化が問われる至金石であったとも見られる。ともあれ日露戦争で戦死した陸大出身23名のうち参謀は2名だけであとは全て対月として戦死したという実情は当時の軍当局がいかに陸大教育を軽んじていたかを物語っていると言えよう。 ありがとうございます。